まあ、田さん、浦和レッズですけれども、ロドリゲスか左サイドから構築をしていきます。関根が中に入れてもらったのファーサイドシュート、松田センターバックも、まあ、あのような縦パスが出せる選手、いいです。両から関根、左に流れている江坂を使う中、松崎、さらにスルーだ、松崎初心シュート来た、左に外れました、小泉です。小泉スルーで松崎から奪いに行こうと思ってプレスはかけてるんですけど、まあ、その1列目の守備が到達するより前に、はい、裏の最終ラインからは攻撃的な縦パスが入っていて、岩尾から中央手に飛び込んでいきましたけれども枠に持っていって、おそらくちょっと体が伸びきった時にボールが来ました。もしボールが滑るところで今小泉をコントロールミスしてると思うんですけど、はい、まあ、両チームの選手ともになんですけどね、あとはその局面の個人のテクニックの部分もやっぱり重要だなと思います。あ、まあ、そしてここで岩尾に柳澤、セカンドボール拾った関根、関根が運んでいきながらシュートだー。これは少し前のシーンになりますが、ここは当たりだ、どうですか、西川のセーフです。枠行ってました、コーナーキック、これは今のフリーキックのシーンです。岩尾、ここは一旦当たりに渡してワンタッチでのボールですが、これ読んでました。そして山見にあっとちょっと遅れていってしまいましたが、岩尾2枚目だ、そうですね、はい、2枚目イエローで退場です。岩尾少し場所っていうのは見つけづらい、もう少し下がるっていうことを作って上で右足を使えると、11人のガンバ大阪、10人の浦和レッズ、なんかやっぱり少しずつねゲームをなんかこう取り戻して捉えた感覚があると思いますから、遠目から中心レッドシュート途中から入った福田決めました。相手が数的不利になった中ゲームが動きました。ガンバ大阪、石川のやっぱり動きとイギルのボールもテクニカルでしたし、まあ、近い秒で連携があって広げて、まあ、関わる人が増えたなっていうような、はい、試合になってきましたから攻守がね、はい、そういう意味では山見のコントロールがずれたんですけども、まあ、そこに福田はいましたし、まあ、奪ったボールをまず犬飼のところに持っていったりということなんじゃないですかね、はい、あ、しかしここインターセプトをそのまま運んでいってシュート、ナイスキーパー、ここはよく飛びました。黒川のシュート、西川のセーブ、さらに山見のシュートは追加タイム変更6分という表示に変わっています。さあそして当たり、肩に当たってというところになりました。勝負に当たってしまったかもしれないですね。ゴールからクレーバーでしたね、はい、そしてまたマイボールにしています。そのあたり状況を考えてプレーをちゃんと元は選択したということなんですね、はい、さあそして長い笛が吹かれました。 Like, Subscribe, Push Notification